はい。皆さん、こんにちは。藤井武雄です。えー、本日ご紹介したいのは、カッテブというよりは、新しいビジネスアイデアについてお話をしたいと思います。で、なんだそれはというお声もあるかもしれませんが、ちょっとぜひご覧いただきたいんですね。で、先日からカッテブについていくつか動画をアップロードしてきました。リクエストも頂戴して、えー、質問に対する動画もお届けしてきたんですが、今回はビジネスアイデアということで、まずはこちらをご覧ください。これですね。 ネクスジェントライブっていう私のブログですねブログといってももう1年以上運営していないブログなんですが一応思い出のために残してるっていうぐらいでもう一切手をつけてませんでこのブログを始めたのが2021年の7月8月なんですねかなり昔ですよね2年近く前のブログなんですがじゃあこのブログは何なのかというと私が当時このブログを運営していた時はブログの記事を全部手打ちで文章を書いてました ブログ記事を確認しても手打ちで文章を書いていたということですね。だからこれを読むと、えー、英語をがちょっと苦手な方が見るとおすごいな富士山英語でブログ記事を書いてたんだなっていうふうに過大評価をしていただけると思うんですよ。ただ英語を読める方が見るとうんなんだこれはと。<laughs> こんなブログ記事を運営していたのかというふうなお言葉をいただくと思うんですよね。つまりはすごく今私がこれをお見せするのも恥ずかしいブログなんですよね。当時私がやってたことなんですけども。だからドメインも。 ネクスントライイブ XYZ いうドメインを取ってますよねこれ海外の、えー、マーケティング詳しい方だったら分かるとおり XYZ ドメインは、えー、こういった英語圏の、えー、ブログではあまりお勧めしてないですしお勧めされませんよねだから割と当時の私は試行錯誤的な意味でこのブログを運営していたんですがじゃあ今と比べるとどうなのかっていうことなんです当時私は、えー、手打ちでブログ記事を書いていたりとか、えー、まだ手打ちでブログ記事を書いていたりとか 出て間もない品質が良くない AI ライティングツールを使って文章を書いていたりした,いたんですが今は Cuttive や ChatGPT が登場しましたよね GPT4 凄まじい文章品質ですよね Cuttive に関しても疑いのう余地もない文章品質ですこれらっていうのはまさに2023年 AI ライティングツールの転換点なんですね文章生成に関しては昨年や一昨年と比較した時にもう比較にならないほどの文章生成ができるようになりました とした場合に、私が当時運営していたこのブログのように、稚拙な文章を書くことがなく、えー、日本語しか読めない、書けない人でも、誰でも英語圏に向けてマーケティングを仕掛けていくことができるようになったと。簡単に言うと、英語でブログ記事を誰でも書ける時代になったということなんです。で例えばちょっとご覧いただきたいんですが、こちらもう親の顔よりも見たかもしれませんが、カッティブですね。えー、カッティブです。カティブのダッシュボードなんですけども、例えば、えー、この、ここで、 チャット GPT とは何ですかっていう日本語のインプットをしてしかし言語を英語に設定した後にボタンをクリックするとチャット GPT とは何かということが英語で生成されるんですよ英語で説明文が生成されるんですねちょっとこれをご覧いただきたいんですがはい生成されましたねチャット GPT とはこんなサービスですとこんなことができますとチャット GPT のプラスであったりとか API はこんなものですよと翻訳ができたりとかっていうことが今書かれてますよねで例えば こういったものをそのままコピーして自分のブログ記事に貼っつけてそうすると英語のブログ記事も書けますよねえチャット GPT は何ですかっていう日本語でインプットしたのに英語の文章がアウトプットされたじゃあこれを使って英語圏に向けてマーケティングを仕掛けていくこともできるとつまり今まで日本人向けに日本語のブログを書いてきた人は海外に向けてブログを書くこともできるようになったという時代なんですねこれは非常に面白いですよねで例えばここで生成したテキスト をコピーして、こういったツールですね。これはえ何でもいいです。一応私はこれをえ使っ今回使うんですけども、テキストを入力して、そのテキストを音声に変換できるツールがあるわけですね。これも、もう一昨年や昨年と比べると一気に品質が上がってるんですけども、例えばこういったツールを使って、テキストをそのまま貼り付けて、あとはボイスを変えて、あとは押すと。 Chat このようにテキストを読み上げてくれる AI 音声が出来上がるわけですではこの AI 音声を使って、えー、動画を作ると動画を作ってその読み上げにこういった AI 音声を使うと いうことをすると youtube で海外向けの動画を作って打ち出すこともできますねとした場合に本当に無限大なんですよ無限大なんですねブログ記事を書くにもカッティブだったりとかチャット gpt を使うと高品質のブログ記事を書けるようになりましたもう日本語しか読めない書けない人でも英語の文章を書けるようになりましたしでこういったものを使って、えー、AI の音声を作り上げて、まあ、ポッドキャストも作れますしまた、えー 英語の動画を作って YouTube にアップロードすることもできますよね。本当に証券が広がっている、チャンスが転がっている時代だなって思います。特にこれは、えー、昨年との協調ばかりしているんですが、2022年、そや、その以前と比較をして2023年は全くこの品質が違う、一つの転換点と感じる時期なんですよね。もしあなたが今何かやってみたいなと思うのであれば、こういったことも可能な時代になりました。で、これは一つ、えー、参考になれば幸いなんですが。で 他にもですね、これは何が面白いのかというと、まあ、英語のブログ記事を書くなんていうことは昔からできたよと、えーまあ、こういったことはできるかも、できるってことは前知ってたよという方もいらっしゃると思うんですが、例えばカッテブで、多分おそらくお使いいただいている方はいないと思うんですが、カッテブプラスとかで、言語を日本、日本語や英語以外にも指定できますよね。フランス語であるとか、アラビア語であるとか、中国語、ドイツ語、トルコ語であるとか、 えー、様々な言語ですね。本当に全世界の言語に対応していますので、まあ、あらゆる言語に対応しています。なので、例えば、そうですね、えー、っと、ロシア語にしましょうか。ロシア語で、ちょっと文章を生成します。で、これもインプットする文章としては、日本語でインプットしていますよね。ChatGPT は何ですかということをインプットしています。ただし、生成される文章、テキストに関しては、 ロシア語で生成されますはい、ロシア語ですよねチャット GPT とはこんなものですよっていうことが生成されていますで、例えばこれも、えー、コピーして AI の音声とかで貼り付けてそして音声をこれでロシア語に指定するとチャット GPT это チャットサービス который использует искусственный интеллект для того, чтобы отвечать на どうですかねもうお分かりいただいていると思いますつまり カッテブを使えばこういった日本語や英語以外の言語の文章も生成できるとしかも日本語で指示を出して他の言語にの文章を生成できるそしてその言語を使って例えば他の言語の音声を生成してということもできるとつまり英語だけではなくて全世界を証券にしてビジネス商売をしていただける時代になっていると思うんですよねで私も現在ですねソーシャルメディア上で海外の方とやり取りをすることも 増えてきているんですが、その時のやり取りもですね、こういった AI をツールを使うと、手打ちで文章を書かなくても、より手軽にやり取りをすることができるようになりました。なので、ブログ記事を生成するにしても、動画コンテンツを作るにしても、ポッドキャストを作るにしても、海外の人とやり取りをするにしても、すべての、えー、マーケティング行為、ビジネスにおいて、必要な準備っていうのが整っている状態ですね。これは おそらくチャンスだと思うんですね昨年と全く違う文章品質 AI の品質これがおそらく可能性を広げてくれると思いますなので一つのアイデアとしてカ a t t やチャット g p t こういった AI ツールはこういった使い方もできるよということを一つちょっとした刺激になったら幸いです私も今別の英語のブログを運営したりしているんですけどもまさにこの AI ツールを使って 文章生成をしていますでこのお見せした、えー、私の過去の稚拙なブログよりもはるかにいい文章品質で英語の記事を書くことができたりしていますのでやっぱりですねもう時代として大きく変わったなというふうに感じますよね。ひどいものだったら Google もう途中で文章を書くのが面倒くさくなって Google 翻訳で英語に無理やり翻訳したものをそのままコピペで貼り付けたような記事もありますからね。ああ <laughs> 本当にだ、から私が苦労して書いていた時代と比べると、今ってのは、もう本当に手軽にそういったブログ記事も書けるようになったので、これはチャンスが広がってるなっていうふうに思います。今後も私はですね、この YouTube やブログ上で、さまざまなツールやアプリを紹介してまいりますので、それでですね、その目的そうしましたらやはりご覧いただいている方に何か可能性を広げる刺激になったらいいなと。 刺激を与えることができたらいいなとということをおのでまあちょっと日本ではまだ解説されていないようなあまり知られていないようなツールであるとかアプリとかも、えー、自腹を切って試していたりしますのでこういったものをですね、えー、ご紹介していけたらなと思ってます。 本当に、えー、いろいろなツールを使うこなすことによってビジネスを最適化すること、効率化すること、今まで自分が考えもしなかったことができる時代になってますので、えー、ぜひこういったことをお伝えしていきたいと思っております。私も微力ではあるんですけども、えー、こういったお手伝いができたらなと思っておりますので。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。で、また、今後こういった動画であるとか、情報をお届けしてまいります。その際に質問がありましたらお気軽に YouTube の動画のコメント欄やブログ記事にお寄せいただけたら幸いです。できる限り回答する動画をお届けしたりとか、まあ、回答していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回は一つのビジネスアイデアということで、私の恥ずかしい過去のブログと、あとは、 今はもっと AI が進化しているからもっと文章が書けやすいよと全世界に向けて文章を書けると全言語でブログ記事を書けるという時代そして、えー、他のツールと組み合わせることでさらにいろんなビジネスチャンスが転がっているよということをお話ししましたこれは本当にアイデア次第でいろんな、えー、ことができると思います単純に海外の人とやり取りをして友達を増やしたいということにも使えると思いますしこの言語の壁っていうのが一気に消え去ってきている ってていうのが実感としてあるんですよねで今後も私は、えー、この YouTube やブログを通じてこういったツールやアプリをご紹介していきますので、えー、どうぞよろしくお願いいたしますということで今回は、えー、ビジネスアイデアについてお話をしましたお役に立てば幸いですご視聴いただきましてありがとうございましたまたお会いしましょう